福西さん、ですから10番のルーニーをいかに止めることができるのか、これ一つポイントになりそうですが、まずそこも止めなきゃいけないですけども、まあ、ランパートも飛び出してきますし、そういうところでの連携の部分も非常に大事に しなきゃいけないですね、守備の部分もね。日本のキックオフでゲームが始まります。岡崎と遠藤がセンターサークルのところにいます。今日阿部選手がね、はい、アンカーとしていますから、闘莉王選手と中澤選手を助けることになると思いますけど、はい、青いユニフォーム、日本のキックオフでゲームが始まりました。中澤が前を見る、岡崎が引いて受ける、やはり岡崎前を向けないが、そこに飛び出していった大久保だ。岡崎が引いて、そのスペースに大久保が出ていきました。蹴るのは遠藤、闘莉王が上がっていきます、中澤も上がっていきます。低いボールだ、シュート、闘莉王先制、日本、日本が先制しました。前半7分、闘莉王、いやいいゴールでしたね、ついていけなかったですからね。イングランドから日本が先制しました。セットプレー、低いボール、素晴らしいゴールになりました。前半の7分、いい動きでしたね。グレン・ジョンソンのマークを外していきました、闘莉王。テクニカルエリアの一番前です。指示は具体的にはまだ出してません、はい、さあまたウォルコットが走る。ウォルコットスピードから倒れましたが、ホイッスルは鳴っていません。やはりこの右サイドのウォルコットは要警戒です。とにかくワンタッチのパスを出して相手のマークを分散させたいところですが、岡崎のシュート、岡崎の左足狙ってきました。速いボールだ、こぼれている、闘莉王。福西さんもボランチでしたけれども、はい、やはりあのポジションというのは非常に大事ですよね。そうですね、さあとルーニーが前、フリーになっている、フリーになっている、ルーニーだ、ルーニーがパスを出してくる、シュートだ、抑えました。まだある、まだありますよ、逆サイド、レノンのシュートをよく抑えました。ゴールキーパーの川島、今日は久しぶり出場の川島がピンチの目をつきました。ルーニーに使われたんですよ。さあ岡崎だ、岡崎前向きシュート、競り勝ちました岡崎、悔しいでしょうね。体をぶつけていってのディフェンスです。ショートコーナーにします。プレーは始まっています。ロングボールだが飛ばない、巻いてくるように打ってきました。11番はレノンです。強烈なミドルシュートを持っているランパード、この距離でも狙ってきます。ランパード蹴ってくる、落ちた落ちた落ちた、こぼれている、いわゆる無回転のシュート、ボールが落ちてきました。落ち着いていい対応しましたね、こう本当に。あールーニーに抱き起こされました。大久保です。2番のグレン・ジョンソン、そしてキャプテンのファーディランドから長いパスを出していく中澤だが、川島危ない、一発ですね。長いパスをベントに合わせてきました、ダレン・ベント。なかなかパスの出しどころを防ぐというところまで行っていませんが、さあハドルストーンのシュート、ルーニーだー、完全にルーニーが狙っていました。うーん、ゴールの方に持っていこうとしますからね。今来ましたね。ロスタイムの表示が出ませんので、おそらくロスタイムはないはずですが、前半終了、日本1対0リード。前半7分、闘莉王のゴール。ほぼ満員に膨れ上がりましたオーストリア・グラーツ、後半の始まりです。日本にとって優勝候補の呼び声も高いイングランドとの後半の45分です。まだあります、レノン、一旦下げる、ランパード、そしてジェラードシュート、ジェラードが右足を見せてきました。どんどんこう相手をおびき出すことができれば、もっともっとスペースできますね。本田のシュートだ、
に、いや、ゴールキックです。触ってるんじゃないでしょうかね。触ってましたけれどもゴールキックになりました。中にルーニーが待っている、曲げてくる、こぼれている、トゥーリーが押し付いている、ここからボールをつないでいきたい。さあ大久保、大久保スピードがある、レノンもスピードがある、うわーっとルーニーの守備です。ルーニーは今は上がっていません。この距離ですとランパードでもチェラードでも蹴るところですが、さあランパードが蹴った。あーっとハンドがペナルティーキックだ。日本ペナルティーキックを取られました。遅めだったでしょうか。素晴らしい守備を見せた川島。こういうプレーをしてくれたんですからね、日本としてもしっかり、はい、あーっと危ない。ワールドカップ前大きな怪我だけはしてほしくない、ボールを回す、そして相手が来たらまた違うところへ使う。あー、しかし奪われた、スルーパスで2個オフサイド。鳥海さん、はい、大久保がファール気味で倒されたところで日本ベンチが猛抗議をしたんですが、放送オフィシャルに、はい、それに対してカッペット監督が日本のスタッフに大声で文句言ってました。左サイドを見ている、ライドフィリップスからルーニー、ルーニーの前スペースから、ルーニーのシュート、よく取った川島、いい守備だ。岡崎に代わって森本が入ります。そして左サイドバックの長友、本田選手空いてますから、これ前向きますね。前を向く、そしてサイドを変えて森本だ、森本フリーになっている、切り返してのシュート、森本のシュート、ゴールを割ることはできませんでしたが、いい展開でした。ランパード間を詰めたい、間を詰めていきたい、シュートを打たせたくない、ルーニーだ、ルーニーのシュート、防いだ、防いだ川島。なんという活躍でしょう川島。そのまま左サイドの位置に今松井が入っています。フィジカルの自信が何かピッチの中の自信にそのままつながったようなプレーでした。そしてこうやってやるっていう気持ちがやっぱりプレーに出てましたね。そうでした。さあこのピンチでジョーコールが上がって、しっかり日本守りたい、オウンゴールだ、日本失点してしまいました。後半の27分、耐えてきた日本のディフェンス陣、オウンゴールで同点に追いつかれました。1対1、フォワードのヘスキーが入ってきます。キャラがしっかりと間を詰めたい日本だが、ジェラードだ、ジェラード、ジェラードがかわす、ルーニー、ジェラード抑えた。あの細かいところを通してくる技術はさすがですね。歴史的な一勝を勝ち取ることができるか日本。まあ、ここからの守備の仕方ですね。中田、危ない、いった、入ってしまった。後半の38分、逆転を許しました日本。サイドを崩されました。ボランチは雨と長谷部にするんでしょうか。かなりの激しい雨に変わってきましたオーストリアグラーツ。こういうところのラインの引きが早いんですね。そうなると中盤の選手もこう戻らなきゃいけないし、あー飛び込んだか、危ない、これは危ない、うーん危ないですね。うまく玉田選手を使いたいですよね。その玉田、はい、山田は前回のブラジル戦でもゴールを挙げています。さあ長谷部、長谷部のシュートだー、あー上でした、コーナーキック、ディフェンダーに当たりました。そして本田、中澤が一番遠いサイド、低いボールだ、阿部が流してた、クロスバー、クロスバー、クロスバーだ、クロスバーに当たりました。惜しいところ、阿部、トゥーリオ、トゥーリオが前に行く、本田選手も前に行った方がいいですね。長谷部シュート、玉田正面
でした。つなぐ玉田、試合終了。日本敗れました、2対1。先制しながら日本のオウンゴールがありました。ワールドカップ前の大事なあと2試合、再三の好プレーがありました川島。しかしイングランドを破ることはできませんでした。